東京の旅、まあ、これでいい東京の旅、はい、まあ僕実は2泊3日で行ったんかな、まあ、新幹線で行って、まあ、品川着いてでまず、まあ、ホテルに行こうと思ったよね。 Google マップをね使ったんですよ。ホテルまでね Google マップ使ってこう行ったらこう自分のね方向に矢印が出てるんよね。僕が左向いたら左の方向に矢印向くんよ、位置情報のやつやったら。でホテルの方向にめがけて位置情報を出してやってんのになんか反対の方向行ってて、僕どんどん遠なっていくんよホテルから。えみたいな。で10分ぐらい歩いてなんか自分の目的地のホテルまで明らか離れてることに気づいて、あれと思ったら反対方向行ってて、もう本当に何やってんねん自分みたいな。 Google マップ使ってもなお真反対の方向に行ってしまうっていうとんでもねえことになってしまって、もう急いでホテル行って、で、荷物預けて、で、集合場所行って、まあ、集合自体は、もう僕2時間前から行動してて、その時。だからね、ギリギリ間に合って、間に合ったと思ったんやけど、まあ、ファミマの前に、集合ですって言われて、あ、OK ですって言ってファミマ行ったら、なんと近くにファミマが2つあるっていう、近くにその集合の駅の改札出て、南蛮口出たところのファミマで集合って言われて、ファミマ行ったら誰もおらんくて、で、みんな心配してて、え、おらくんどこいるのみたいな。で、いますよファミマって言ったら、まさかのファミマ2個あるんよ。みたいな。ファミマトラップに引っかかりましたね。で、まあ、無事にね、みんなと合流して、あ、お久しぶりですって言ってね、うん、合流しました。そうね、その時あったらドズさんとオンリーとかやったかな、うん、あれよ、だから東京はね、本当にね、ファミマとかね、コンビニがね、同じところに2個あるんよ、ほんま。もう向かい同士にコンビニあるみたいな。ガチでそれ並み。で、これが都会ですよ。うん。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高。ドズル社しか勝たん。